カニクイアライグマは、哺乳子食肉目アライグマかアライグマ族に分類される哺乳類である。中央アメリカから南アメリカを原産地とする。東道長45から90センチメートル、お腹20から56センチメートル、体重4から10キログラム。アライグマと異なり、体毛が荒くまた短い。アライグマよりやや大型で細身であり、体は黄色味を帯びる。 通常は水辺に近い森林などに生息するが、それ以外の多様な環境に適応することができる。雑食性で、カニ以外にも両生類、無脊椎動物、魚類、鳥類の卵、果実など幅広い食物を食べる。繁殖力は強く、1回あたりに2頭から4頭の子を産む。夜行性で木登りが得意であり、学習能力も高い。日本では、 ペットとして導入されたアライグマが野生化し大きな問題となっている。本種も同様の被害を発生させる恐れがあるため外来生物法により特定外来生物に指定されている。したがって販売や飼育は基本的に禁止されている。現時点では日本の野外へ導入されたことや定着したといった記録は存在しない。また本種は アライグマ海中の宿主でもあり、他の哺乳類に感染すると、致命的な要注意行症を引き起こす、危険性が指摘されている。AAB カニクイアライグマ国立環境研究所、侵入生物、DB ハット ABCD、外来生物辞典デコ編、池田清彦監修、東京書籍、2006年、P36、ISBN4 から487801184、48 A.B. 滝康彦、財団法人自然環境研究センター、決定版日本の外来生物平凡社、2008年4月21日、ISBN 978 4から582542417。ありがとうございます。